由来となったアントニーンパネンカパネンカは、サッカーのペナルティーキックにおけるテクニックの一つである。通常、PK も他のシュートと同じように、なるべく強いキックで、ゴールの隅を狙って蹴るのが一般的であるが、それに対しパネンカは、ゴールの中心に向かって、チップキックと同じ要領で柔らかく蹴り、通常のシュートを予想した GK が左右のいずれか飛んだ。 ことで空いた中央にゴールするキーパーを欺くシュート方法である。動いた GK に残した足で防がれるのを避けるためには高めの位置に蹴った方が成功率が高い。UEFA 欧州選手権1976決勝でチェコスロバキア代表のアントニー・インパネンカがドイツ代表のキーパーゼップマイヤーにチップキックで PK を決めチェコスロバキア代表を優勝に導いた。このことから チップキックによる PK のことをパネンカと呼び表すようになった。なお、イタリア語圏ではこのシュート方法のことをイルカキーオと呼んでいる。前述のように、これは GK が横に飛ぶことを成功の前提とするため、GK はこれを読んでしまえば防ぐことは非常に容易となる。また、失敗の場合はその様が無様に映るため、キッカーは批判の的となる場合が多い。パネンカ以降、 パネン化を試みた選手は非常に数が限られている。フランチェスコ・トッティ、ジネディーヌ・ジダン、セバスティアン・アブレウ、アンドレア・ピルロ、アレクシス・サンチェス、オマル・アブ・ドゥッラフマーン、リオネル・メッシュといった面々ンンが大舞台でパネン化を成功させている。ありがとうございます。